どう見たってきっと鳥だ、よく見たってきっと鳥だ、もう何もかもが鳥に見えちゃう、ってね、初めてご覧いただく方はね、いろいろとなんじゃこりゃって思われていると思いますけれどもね、野鳥を看板に挙げておりますので野鳥が中心ではあるんですけれどもね、野鳥とは全く関係のないような話をねたびたびしているようなチャンネルでございますけれどもね、試しに最後までご覧いただきたいと思います。冒頭ご覧いただきましたのはね、こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域の小野市にありますひまわりの丘公園でございますね。ひまわりがちょうど見ごろを迎えているようでございましてね、今日もたくさんの方がね訪れられておりましたけれどもね、久しぶりですよね、ほじろさんね、お元気でしたか？何か言ってくれてるようですけどね、何でしょうね、何か言ってくれてますね。やっぱり晴れたから来たの。そうですね、晴れたっていうほどでもなかったんですけれどもね、今日もねご覧いただいておりますようにちょっと曇りがちでございましてね、午後からは下り坂のような天気予報が出ていたんですけれどもね、ちょっと雨がね続きましたのでお出かけしてまいりました。ちょっと変な文脈になっておりますけれどもね、晴れた日はねできるだけ単調に出かけたいということでこの北播磨の中をねうろうろしているんですけどね、雨が降った時にねちょっと出かけてみようかということでね、先日こちら兵庫県のね観光地で有名なね温泉地でもあります城崎温泉の方にね出かけてまいりました。それもね、車で行くと2時間ちょっとぐらいでね到着するんですが、列車を使ってね、列車の旅っていうのも格別じゃないですか。しかもこちらの地域ではね JR 加古川線をね利用促進といいますかね、そういったこともありますのでね、西脇市駅から谷川方面へ向かいましてね、そちらからコウノトリに乗りましてね、いやコウノトリと言いましてもね特急列車の名前でございますけれどもね、阪神地域からいわゆる城崎温泉であったりとか舞鶴方面といいますかね、いわゆる北近畿と言われるような観光地を結ぶようなね、そのような特急列車がございますのでね、そちらの方を利用させてもらって、まさしくコウノトリに乗ってね城崎温泉まで出かけていったというわけでございます。コウノトリというのはねコウノトリ復興の地として有名な豊岡市にちなんだ列車の名前であろうかと思いますけれどもね、さてフォアグラからの脱却ってね、わけのわからないタイトルこのチャンネルでは多いんですけれどもね、実は体質改善ということでね皆さんにも1ヶ月ほど前に宣言しておりましてね、フォアグラって言いますのはね、私中性脂肪値っていうのがね高くってね、君の肝臓フォアグラみたいになってるよなんてね言われ続けて久しいんですよね、もしくはアンキモね、食べたら美味しいんじゃないなんてね言われるような状態になっておりましたのでね、見た目よりもねそちらのことが心配でございますのでね、体質改善といいますか早い話がダイエットでございますけれどもね、ちょっと前の動画でね3週間で3キロぐらい体重が落ちましたなんて言っておりましたけれども、同時にね耳の方にねちょっとした不調が生じておりましたので、以前にも経験しましたのでね、やっぱりまた来たかということでね、ちょっと体重を元に戻すというわけではないんですがね、ちょっと2キロぐらいの減量にねとどめているっていうようなね、今ちょうど安定期といいますかね、そのような状態になっております。何でもね急激に変化するとね体の方でもついていけない部分っていうのがねあるんですよね。そもそもねそんなに体重の変動がないのが理想的なんでしょうね。私の知り合いでも高校時代とほとんど体型変わってないよなんていう方がね時々
おられますけどね、まあ、そういった方ね、そういったことが理想なんじゃないでしょうかね。私などはね、成人になってからでも20キロぐらいありますからね、一番体重が少なかった時と一番大きかった時のね、重かった時の体重を比較しますとね、20キロも違いますとね、もう体型も違いますし、自分でも鏡を見ましてもね、もう別人のような姿になりますもんね。特に一番軽かった時はね、階段なんか見ましてもね、一段一段上がっていくのがね、面倒くさくなってね、もう2段3段ピョンピョンってね、飛び上がるようにね登っていたのをね覚えてますけどね、今では考えられないようなね状態ではありましたけれどもね、まあ今となっては見た目というよりもね、どちらかというと言いましたように内臓関係のね、そういった疾患につながりやすいね、そういったこともありますのでね、そういったことの改善に取り組んでいるというようなことなんですけれどもね。ただしね、こう年齢を重ねてからの体重制限ね、食事制限をしますとね、栄養不足にもつながりかねないんですよね。ちょっと私もね、心配な症状がね、ちょっと自分なりに出てきたのかななんてね思うこともありますのでね、それはちょっと十分気をつけたいと思いますね。そしてね、こちら桜堤回廊ですね、加古川の堤防にね桜の名所がありますのでね、そちらの方まで足を運んでおりました。このようにね、階段がね整備されているんですかね、ちょうど一服するのにいい感じでございましたのでね、休ませていただいて川の方を眺めているところでございますね。まあ、お天気の方はこのようなね曇り空ね、終始このような感じではあったんですけれどもね、あのフォアグラなんてね、そういったまあ、鳥に、まあ、ちょっとだけ関係したような言葉をね使っているわけでございますけれどもね、肝臓というのはね、そのように、まあ、栄養を蓄えるっていうね働きがあるんですよね。ですからあの脂肪肝っていうのもね、まあ、正常な働きではあるんですけれどもね。そしてこちらね、コチドリが映っているんですがね、どこにいるかお分かりでしょうかね。こういったところにおりますとコチドリ全く見分けがつかないですよね。今ちょうど目の前をねセグロセキレイがね通り過ぎていきましたけれどもね、まあ、の魚でいうとアンコウなんかでもね、アンキモなんてね美味しいじゃないですか。一方マグロなんていうのはね、泳ぎ回っていないと死ぬなんて言われるぐらいね、動き回っているマグロの肝ってそれほどね言われないですよね。そういったところに違いがあるんですよね。また言ってくれてるようだけど、なんだろうね、忠告かな、なんだろう、やっぱり超えたら出てったな。いや、超えたら出てったな、あ、お腹のことですか。いやいや、お腹はね見たらわかるからね気がつくんだけどね、まあお腹が出てきたところなんかはねもうあんまり、気にしてないんですけどね、まあ、それよりもね内臓のことですよね、心配なのはね。まあ、成人病であったりとかね、そういったことにつながりやすいようなことがありますのでね、まあ、そういった意味での体質改善気をつけてはいるんですがね、一方でね栄養不足にならないようにね気をつけないといけないですよね。食事の量を減らしますと食事を取る時のね種類といいますかね、そういったものが減りがちになってきますよね。私ね意外に気をつけているのは油物なんですけどね、油物をね取らないようにじゃなくて逆にね取るように気をつけているんですよ。まあ、年齢を重ねてきますとね、食べたくても油っこいものはね避けがちになりがちなんですけどね、油っていうのは意外に大事なんですよね。あの爪なんかでもねちょっとかさつき始めたりねするようなことがありますのでね、それとかまあ緑黄色野菜ですよね、まあ、ビタミン不足っていうようなこともちょっと怖いのでね、
そういったことにはちょっと気を使ってはいるんですけどね。これクマゼミの鳴き声ですかね。もうこの鳴き声を聞きますとね、何か野菜と一緒にフライパンで炒められているようなね気分になるんですけれどもね。ですからまあフォアグラからの脱却、まあ、これはね実際検診を受けてみてね、その値をね、確認してみないとわからないことではあるんですけれどもね、以前にもね、6ヶ月で15キロ減量した時にも、あの皮下脂肪っていうのはねなかなか落ちないですよね。まあ私の場合は内臓脂肪がねかなりのウェイトを占めているので、そちらの方はねまあかなり落ちているんじゃないかなと今でも思っているんですが、まあ、15キロ減らしましてもね、お腹周りの皮下脂肪はそれほど落ちてなかったですよ。あの皮下脂肪がね腹筋したからって言って筋肉に変わるわけではないのでね、それはね、ですから逆に言うと皮下脂肪が落ちにくいっていうのはね、それほどあの体型とかね気にし始めるとキリがないんですけど、そうじゃなければねそれほどあの逆に言うとね気にする必要はないと思うんですよね。そこはまあ食事制限をしておりましてもね、ちょっと根気のいることになってきますよね。もちろん腹筋することでお腹に筋肉がつきますと太りにくい体質作りには役に立つんですけれどもね、それもちょっと本当に長い目でね考えた方がいいと思いますね。腹筋を一生懸命して贅肉が筋肉に変わるわけではないっていうね、まあ、そういったことかもしれませんね。あのスクワットっていうのはねよくあの減量するときにね勧められている方があると思いますけれどもね、体の中でも太ももっていうのはね筋肉が多いところなので、そういった意味では効率的というかな、そういったことなんでしょうかね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。